はい、どうもこんばんは、バニットです。では今回もダスクダイバーやっていきましょう。というわけで前回ラストで表示されていたガチャやってきたんですけど、これで3箇所目ですね。1箇所目と2箇所目はもう先に回ってきて、この3箇所目ももう残り少ないですね。まあ長いので、まあある程度カットしてるんですけど。で、ガチャを引くと、アイテムとかギャラリーとかが入ってきて、まあダブリとかはないので、引いた数だけでコンプリートです。あと2個ですね。で、ガチャで他のところは衣装も手に入ってきたんですけど、どんな衣装かってのはコンビニに行って見ないとわからないので、ちょっとこれからコンビニに行きましょう。で、ここでこのなんか熱血兄弟だっけ？またイベントあるみたいなんですけど、まあ先にストーリー進めます。この人だかりは何なの？別のお店と間違えてる？バヘがなんかやってるぞ。押さないでくれ。え、押してないじゃん。入れろよ。いつまで待たせるんだ。一日店長はどこだ？あ、一日店長ってなんだそれ。リベーダ、リベーダ。こんなに大人数入れるわけないだろう。ああ、今にもバッヘが力尽きそう。ユモ、やっと来たか。中は任せる。中？コンビニ内の様子を確認する。ユモ、ここは俺に任せてくれ。その代わり、中野は任せる。あれをどうかするには到底俺には不可能だ。まあリベーダさんがいるからなんか混んでるんだろうね。そこの胸に養分がいってる魚女、いい加減にしないか。営業妨害で訴えるよ。え、店長も頭に魚乗っけてんじゃん。あれれ、そんなこと言っていいのかな。周りは人間ばかりなんだけど、みんな見て、世の中って不思議ね。熊の置物が話してるわ。え、やっぱりあの熊から変な声が聞こえると前から思ったんだよ。お化けだ。超自然現象にもおおらかなベーダ姉様、素敵だわ。さすがリベーダ、見た目だけじゃなく中身も美しい。みんなそれでいいのかい？それはそれとして、何しに来たんだい魚女。この前から探ってたんだけど、何にも手がかりがなくてね。川の長老たちも何も知らないって言うし、部下に調べさせても獅子の手がかりは何にもなくて。そこの店長さん、隠し事してない？バカなこと言ってるんじゃないよ。獅子とかなんとか、どうせその軽い魚頭の記憶違いだろ。そうね、私って魚頭だからど忘れしちゃって。あれ、バヘが入ってきたんだけど。明日もう一度一日店長やっちゃうかも。この女。はいはい、二人ともそこまでに。そういえば店長さん、Bおじさんはいないの？ああ、ユモ、ちょうどいい。Bオーメン、どこでサボってるんだか。代わりにこれを天狗宮まで送り届けてくれないかい？来たばかりなのに。わかりました。やっと外の人混みが引いた。あ、バヘお疲れ様。それじゃ、代わりにお留守番お願いしたいわ。じゃあ、僕行ってくるね。ユモちゃん待って、一日店長も疲れちゃったから、私も一緒に天狗宮についていくわ。とっとと出ていくんだ。この胸だけ発育がいい魚女め。また明日ね、まな板さん。誰がまな板だって？私の真の姿は、ちゃんと出るとこ出てるんだよ。お腹とか？あ、じゃ、もう自由に動けるんですね。じゃあ衣装を変えてみましょうか。
で、いくつか手に入ってきたのがあるので、この下の3種類です。あ、2種類か。青函旅行ってなんだろう。あ、色変えるだけか。あ、これも色変えるだけですね。あ、色変えって書いてあるしね。え、これだけ？じゃあ、おじさんは、あ、おじさんも色変えるだけだね。なんだよ、コスチュームって言うからなんか色々変わるのかと思ったら。おじさんは、これにしよう。で、バッヘは、まあ、なんかパッとしないな。で、コンビニはさっきので、これはコラボってなんだろう。学園風。なんかさ、コスチュームっていうから色々変わるのかと思ったけど、ただ色変わるだけじゃん。なんだよ。期待させやがって。じゃあ仕方ないから今日はサブイベントやります。で、最初の熱血兄弟のところですね。じゃあ行ってきます。はい、着きました。で、多分次男がまだ話に関わってきてないので、その関係だと思うんですけど、まあ、話しかけます。あそこの人間、前に会ったことがある？ほら、前に大中に行こうとしてた方向音痴兄弟だよ。多分里帰りから戻って、あ、リオおじさん関わるのは、よう、また会ったな。大中は楽しかったか？おじさんどっか行ってるんじゃなかったんですかね。おう、大しき獅子のようなお方よ。僕たち兄弟は美しき欠陥に苦悩しているのさ。リオ、獅子って気づかれたんじゃないわよね。でもこの子たちもあまり普通の人間っぽくないわね。うん、ベーだね。前からこの人たちは変だから、これが普通だよ。でも悩みって？簡単に言うと、また兄弟とはぐれたんだろ？乗りかかった船だ。俺たちの方がこの辺に詳しいから安心して任せな。おじさん、あれでわかるなんて。って違う、また勝手に安請け合いして。感謝するぞ。我が兄弟なら、どんな状況でもポーズを磨くことを怠らないはずだ。末っ子は多分このポーズを練習しているのさ。てや。え、末っ子？次男じゃなかったっけ？ダメだこのテンポ。追いつけない。ユモ、あとは任せた。俺は人の顔を見分けるのがちょっと苦手だから、ユモがいて心強いぞ。二人とも全く、少しはベーダネをね、見習ってよ。そこの僕、さっきのポーズ面白いわね。もう一度見せてくれないかしら。もちろん。次男、四男、準備。あー、間違えてたね。次男、三男の方か。え？三男だったら余計に末っ子じゃなくね？でや。あ、カメラ動かせないんだよな。僕、頭痛がしてきた。やっぱり早くその末っ子ってのを探しに行こう。まだやってんのか。で、場所は、このリンクからわかるので、あれ？熱血兄弟なんかもう一個あるけど、小、天だか、ケツがあるってことか。で、これで、ハテナが出てるところに行けばいいので、ちょっと行ってきますね。と、この辺りですね。あ、いたいた。末っ子じゃないと思うんだけどな。右手の角度はもう5度くらい上にするべきか。ああ、誰にも見られてないといいんだけど。ダメよ、ダメダメ。パフォーマーなら心で全ての動きを感じなきゃ。お兄さんたちと比べるとお粗末すぎるわ。ババ、びっくりした。で、あなたたちはどうして僕に兄がいることを。ああ、すまんすまん。驚かせたな。お前さんの兄貴からお前さんを探してほしいと頼まれたんだ。すごく心配していたようだぞ。心配してたのかな。僕はダメなんです。どうせ練習しても結局足手まといにしかならないし、もう練習なんてしたくない。あなたはパフォーマンスが嫌いなの？演芸というのは心と体が合わさらないとダメなのよ。そうじゃなきゃお客様やスタッフさんに失礼よ。嫌いってわけじゃ、ただあんなに没頭してる兄さんたちを見てると、没頭できない自分は兄さんたちのお荷物でしかないと。
それに僕、才能がないから、このままだと、きっと兄さんたちに嫌われるよ。そうなんだ。まあ僕も一応家ではお姉さんなんだ。だから姉の立場で話すけどね。それで弟を嫌いになる兄なら、あんなに心配するわけがないよ。でも僕はダメなんです。ダメでもダメじゃなくても目をそらさずに立ち向かうんだ。バヘ、お前さん。家族のプレッシャーに耐えきれず逃げたことは恥ずかしくない。だがそうして立ち向かわないと家族との距離は縮まらない。勇気を出して向き合うんだ。後悔しないためにも。バッヘ。なんか急に真面目なイベントになってません？けど僕は、もううじうじしない。園芸は心からやらないとダメなのよ。お兄さんたちに申し訳ないと思うのなら、ちゃんと向き合いなさい。わかりました。僕、今すぐ戻ります。バッヘ、珍しくたくさん喋ってたよね。でもとてもいい話だったよ。まあ、最後はベーダー姉に迫力負けしたようだけど。ああ、本人が戻るならいい。じゃあまた元の場所に戻ればいいんですよね。じゃあ戻ってきました。なんか兄弟の順番がめちゃくちゃで、なんか納得いかないんだけど。こんにちは、末っ子も戻ったようだね。方向音痴は遺伝するってのは迷信だって分かった？おう、恩人よ、恩に切るぞ。これでどのようにして大衆に行くか話し合える。まだ言ってなかったんだ。兄さん、大衆に行く前に言いたいことがあるんだ。歩きながら聞こうじゃないか。もちろんポーズの練習も欠かさずにな。それで大衆国家歌劇院の前で披露しよう。おいおい、先に弟の話を聞いた方がいいんじゃないか。それに歩きながら話してると、お前さんたちはまたすぐに迷いそうだ。それもそうだな。では弟よ、言いたいことを言うんだ。どんなことでも兄さんはお前の味方さ。僕はその、だからなんていうか、怖がらずに自分の思いを伝えるんだ。そうだ、誰かにいじめられたら俺と兄さんが守ってやるぞ。咲き誇るんだ、マイリトルブラザーよ。その言葉は我ら兄弟にとっては美しき歌となるであろう。ああ、そこまでの話でもないんだけど。ああ、もう見てらんないわ、あなたたち。ピーチクパーチクうるさいの。おとなしく人の話を聞きなさい。わかった。つい恥ずかしい姿を晒してしまった。そこの美しいご婦人よ。素晴らしい迫力だ。とてもプロフェッショナルだ。ん？ご婦人って一体誰のことを？前から思ってたんだが、この兄弟たち、ベーダのことを知らないようだな。大丈夫か、お前さんの芸能人生。おう、三男、特訓から戻ったのか？よかった。やっとご兄弟が揃ったぞ。ああ、やっぱりもう一人いなかったのか。まだいたんだ。でも言われてみれば確かに、四男と次男だったから一人足りてなかったね。みんな揃ったんならもうはぐれないよね。兄弟の中で一番真面目な三男兄さんは僕の一番の理解者なんだ。一番真面目？これで？その兄弟みんなでちゃんと話をするべきだ。バヘ、家族の話に首を突っ込むのはここまでにしよう。お前さんたち、迷わずに大衆に行くんだぞ。わかりました、兄貴。兄貴の辛い腰にならないよう、迷わずに進みます。もう湯もめんどくさくてスマホ見てんじゃん。あ、別に辛い腰とかそこまでは。それに兄貴ってのはやめてくれ。ただでさえ周りからその筋の人間だと誤解されてるんだ。仇の人間ですよ、リオは。あなたの言葉、嬉しかったです。僕、ちゃんと話します。だから、バッヘさんも頑張って。ああ、ありがとう。さ、この親切な人たちに迷惑をかけるのはやめよう。俺たちは練習を続けよう。よっしゃ、てや。イモちゃん、行きましょう。なんだか私たち二人、場違いみたいね。うん。ちょっとね、ついていけないかも。次元の亀裂の影響かな。あはは。お前さんたち、現実逃避はやめるんだ。なんか D 武装上がったけど、まだ10なんだよね。あ、リベーダの D レンジャーも入ったのか。
まあでも今までのおじさんの衣装とか見ると色が違うだけなんだよね。他にもいろいろサブイベントあるのでもう一個行ってきましょうか。とありましたね、ここですね。あら、恩人さん、今日は何かご用ですか？あ、あの前の人か。特にないけど、ちょうど通りかかったから様子を見に来ただけだよ。お店の準備は進んでる？段ボールだらけだな。俺が倉庫に運んでやろうか。コンビニ店員の腕っぷしは伊達じゃないぞ。俺も手伝う。う、恩人さんたちはこんなに良くしてくれるのに、私はこんなに役立たずなんて。え、どうしたの？何かあった？愛用のハサミが壊れて、まだまだ荷ほどきしなきゃいけないのに、あのハサミがないと私は何もできないダメ人間よ。他に何か鋭いものがあれば。鋭いものか。今持ってるか？あれだ、災いの武器の破片。え？あれ渡しちゃっていいの？多分大丈夫。この次元に持ち込まれた破片は、普通の物質になってるからな。店長も問題ないか。ハサミだろうが包丁だろうが知ったこっちゃないよ。あー、ムカつく。私のスペアボディがまた配送ミスだよ。もしもし、白犬運輸かい？う、ハサミ、お店。う、今持ってるかどうか見てみるから。で、災いの武器の破片を10個渡しますかね。そんなの、あれって破片だったっけ？これで代わりになるか試してみて。うー、ハサミ。え、なにこれ？なんかとても持ちやすくて、なんかとても軽くて持ちやすい。特別な素材でできてる？うわー、なんだかとっても手に馴染むわ。恩人さん、本当にありがとう。開店準備を続けられるわ。これでハサミをオーダーメイドしようっと。うん、頑張ってね。あのよ、ユモ。もしかしなくても、新しいハサミを買いに行けばよかったんじゃないか？あ、そうだったかも。結果往来ならよしとしよう。なんか終わったけどさ、特に何ももらえないんですね。あ、まだあるの？どうしよう、電気は何時？自分で火を起こす。それともガスコンロ？ユモ、彼女また何か変なことになっているようだ。うん、僕もそう思うよ。こんにちは、ヤメン。またなんか困ってる？ああ、恩人さんたち。このバカで愚鈍な私をお救いください。うぅ、めちゃくちゃさ、自分卑下してるじゃん。今度は一体何があったんだ？実は電気代を支払うのを忘れて、電気を止められたの。というか、払おうにも、有金全部ローンに回してるし、やりくりができない。大変、おじい様からお借りしたら、ダメよ。前のことでおじいちゃんに迷惑をかけたし。このことは絶対に、おじいちゃんには知らせたくないの。うん。祖父に心配をかけたくない気持ち、とても理解できる。ユモ、なんとかしてやろう。バッヘ、いきなり積極的だね。俺も長老たち、いや、家族に迷惑をかけたくなくて、飛び出してきたから。謝って人間界に来たんじゃないの？戻ろうとすればいつでも戻れる。ただ、外はとても自由だ。コウモリ族のお坊ちゃまは意外とわがままね。でもまあ、先にヤベンちゃんの悩み事を解決しましょう。じゃないと彼女、今にもガスコンロをつけに行きそうよ。ヤベン、待って。でも光るものか、どこで手に入るのかな。確か先端が燃えている災いの尻尾があった。あれで代わりにならないだろうか。また災いの素材を一般人に渡すのか。どうもまずいと思うんだが。でもこのお嬢ちゃんなら本当にガスコンロを照明器具にしかねないわ。店長、今回も平気よね。なんだって？ちゃんと聞こえないけど今聞く暇もないよ。私のスペアボディがまた災いらに壊されたんだよ。もしもし？これはなんて読むのかな？すいません、ちょっと読めません。店長さん、何を言ってるんだろう。まあ、いっか、反対はしなかったし。お前さんたちがそう言うなら、もういい。数が足りてるなら、ヤベンに渡そう。足りてるかな？やっぱりガス。それとも焚き火？
ヤベンの様子が危なっかしい。あー、持ってないんですね。じゃあちょっとこれはやめて別のイベントですね。いや、ちょっといろいろ回ってきたんですけど、今進められそうなサブイベントがなかったので、店長のお願いの2番目と3番目が来てるので、2番目の方をやっていきます。1番目は前クリアしたんですね。道具か？どうした？浮かない顔をして。あ、別に何かあったわけじゃないよ。ただ、店長の道具ってすごいなと思って。へえ、それはどういう意味だ？例えば、すぐに気力を回復できたり、災いと戦うとき、すごく便利だなって。だから、もっといろいろな種類があったら助かるのになと思って。それは聞き捨てならないね。わ、店長、いきなり会話に入らないでくださいよ。私はいつもここで待機してるんだが。前も同じやりとりがあった記憶が。それよりそこの少女、もっと道具が欲しいかい？もっと強い道具が？もっと楽に災いを倒せるならもちろん。よし、正直なユモのご褒美としてこの仕事は任せたよ。またお仕事って直接もらえないんですか？ただより高いものはないのさ。今回は戦闘ですね。で、どうするんだろう。なんでこんなに水が？在庫を狙ってくる災いを防ぐための予防策さ。結局侵入されてるけどな。で、これで当たらないように行けばいいだけかな。先に進めばいいのかな、これで。あー、ダメだ。あー、最初からか、めんどくさい。あんまりね、このゲームジャンプ力ないんですよ。これはちょっとひどくない？ああ、やっと進んだ。うちの在庫壊すんじゃないよ、バカ災い。どうしてこんなに災いが？災いたちって、いやー、何回落ちたんだ、これ。とにかく、縫製網が壊れたから、奴らが絶えず湧いてくるんだよ。しかも、メガハリカジバカに狙ってくるんだ。災いのか。いや、そろそろなんか料金も高いな、アイテムの料金も高いなと思ってたんで、助かりますね。またコンボ数が増えたので、結構コンボをつなげますね。背後疲れるの辛いからやめて。あ、そういえばリベーダーの攻撃の必殺技とか見てないですね。あれ、銃使ってる？で、倒したので先に行って、あれ終わっちゃった。お姉さんの言うこと聞いてね。これで S なの？
多分10回くらい落ちたんだけど。じゃあアイテムは増えたのかな？あ、回復薬のプレミアムと、湿布薬。料金はそんなに安くないような気もするけど、まあいいや。まあちょっと今回は、あ、そっか、リベーダのイベントが今あるので、それだけ見て終わりましょうか。と、この前かな。やけどしないように気をつけるのよ。うん、ベーダね、ありがとう。私、屋台でミュンシェン食べるのなんて初めてよ。新鮮ね。ベーダねは、ファンの人に見つかるんじゃないかって心配にならないの？あら、そんなこと気にしないわ。誰もモデルがこんな道端でご飯を食べてるなんて思わないでしょ。そう言われてみればそうかもね。食べ終わったらどこかでブラブラする？行きましょう行きましょう。私、ユモちゃんと服を買いに行きたいわ。いいよ。どんなのが欲しいの？ユモちゃんとペアールックとか。みんな焼きもち焼いちゃうわね。ああ、でもどうしたの？私とベーダ姉だったらスタイルが違いすぎるよ。もうユモ、心配しなくてもいいのよ。あなたはまだ育ち盛りなんだから。私も以前は小さな金魚だったでしょ。でも今では海の怪物よ。だから大丈夫よ、大丈夫。それはどういう意味なの？ユモはこれから怪物になるのか？なんかベーダ姉に言いくるめられた気もするけど。それに私思うんだけど、あなたにはとても素敵な魅力があるわ。本当に？もちろんよ。早く食べてショッピングに行きましょう。とまあこんな感じですね。じゃあ今回はこれで終了ということになります。では今回もご視聴ありがとうございました。よろしければ次回もご視聴お願いします。よろしければ高評価とチャンネル登録お願いします。それではご視聴ありがとうございました。ダスクダイバー、優先長。